さあ、こちら、デラックス版やな。デラックス版。バックスファクトリー、コンバットアーマー、ダグラム、バージョン GT、ゲットトゥース版っていうやつやな。はい。で、まあ、プラマックスが10周年やということで、ちょっとね、最近気になったのがね、この10周年。例えばね、ウェーブが分かりやすくって、5スター10周年やった時って、5スター10周年やった時って、ウェーブはね、レッドミラージュかなんかがね、1980円になって、3000円ぐらいのレッドミラージュが、1980円で10周年の時、安く売って売れて。で、あと、ボークスもそうやったかな。ボークスもやっぱり5スターの時に、2980円、100分の1ね、GGG や、グレートガレージインジェクションかなんかのキットが、10周年やった時に、安かった、2980円で。うん。で、プラマックスは、バンダイと一緒で、周年やな。うん。例えば、ガンダム10周年、40周年って言ったら、キット発売して、結局僕らがお金払わなあかんねん、みたいな。みたいな、ところ。うん。これはもう個人の主観ですから、はい。で、まあ、これフィギュアやな。前も言いましたけど、僕は、このだ、ね、大高木安男バージョンのバージョン GT に、全く興味ないんですよ。ついてんのはこの、フィギュアが気になっただけなんで。はい。で、昨日かな。実はね、たまたまかな。お昼、ちょっと買い物行って帰ってきて。で、その後、アマゾンプライムやな。アマプラで、20世紀少年やったかな。浦沢さんかなんかが原作やったけど、20世紀少年かなんかの、実写版見て。で、一部、二部、三部ってあって、で、一部見て、初めて見たのよ。ああいうのは、まあ、あんま見ないんで、流行ってるからとかっていうのはあんま追いかけないんでね。20世紀少年見たときに、一部、面白いやんと思って。で、二部、あれ？三部で、あれ？って、どんどんなんかテンションが下がっていったっていうの。で、下がっていったついでに、ああ、もうなんか、だけ見んのしんどいからと思って、こう始めていったんですよ。で、昨日夜中までかかったのかな。ああ、ペーパーかけただけでやで。整形離して、切り離して、ペーパーかけたとこだけで、夜中までかかった、これ。でね、このフィギュア、太陽の牙のメンバーね、まずはね、ニッパーだけ、ニッパーで切り取っただけやったら、どんな、僕はタミヤの精密ニッパー使うんやけどね、タミヤの精密ニッパー使っても、ゲート跡が残るのよ。んで、これ設計デジタルな、パソコン設計のデジタル使ってるんですけど、ちょっと何やろ。日本にはタミヤがあって、日本にはタミヤがあって、日本にタミヤがあんのに、まあ、それが参考として生かされてないっていうところ。だから、こう、これクリーンなんかやったらね、優しくないっていう言い方が当たってるのかな。だから、ダグラムが好きで、ダグラムは好きで、デラックスセット買いました。買ってきて。で、デラックスセット買って、さあ、フィギュアってなんねんけど、おそらくフィギュアも、切り取った時点で、まあまあ、ボコボコやな。ニッパーだけやったら。で、パーティングライン消そうと思うために、昨日久しぶりに瞬間接着だよな。瞬着使って、
で、隙間やな、埋めて、ペーパーかけて、大丈夫かなって見て、で、それを1体ずつ全部やっていって、8体分やって、燃え尽きたっていうんですか。今は順番に行きますけど。まあこれやった順番から行って、まずはハックルから。これね、ハックル。ハックルもきつかったで。これね。オッケーですよっていうポーズをとってんねんけど、メガネモールドがね、っていうところ、ハックル。ね。次が、順番やったら、ジョルジュ。ね。これ。あ、こう帽子の上のところにがっつりパーティーぐらいが来るもんな。ジョルジュ。次が、これ、チコ。これはね、実は、上下の2分割。他は3分割か4分割なんですけどね。あ、ごめん、ビリーや、ごめん。これ。だいぶ厳しいで。で、次が、7し。きついね、7車体になってきたら。後ろのこの背負ってる荷物もこの辺にねゲートの跡があったりして優しくないなとかと思いながら、7しね。でチコビッグイーガー持ってんねんけどね、この逆さに持ってんのがここにパーティングラインがあんねん、腕のきついでこれ。チコね。でこれキャナリー、太陽の牙でいうね、こう一点キャナリー、こんな顔やったっけとかってね。キャナリーで、これ、リッキーやったかな、ロッキーや、ごめん、ロッキーや。言うたもがちや。ここさ、この腕のところにあんねん。この辺で二分割してるから、きついなと思いながら。で、この銃がね、細いねん。折れたらどうしよう思うねんな、ペーパーかけてるときに。で、これで最後が、クリーン。クリームもえぐいで、ここのね、銃のこの、型に当てるとこやな。ここにモールドがあって、ビヨーンって部品が飛び出してんねやんか。あーとか見て、みたいなとこで、クリーン、な。こう、いっちゃおうか、リッキー。ロッキーか。うん、これがハックル。で、ジョルジュ。ビリー、こうほんまは夜中目かかったよね。もう途中でやめようかなと思ってんけど、やめたら最後多分もうしないっていうの、こんな感じです。太陽の牙、やっぱりね、マックスファクトリーやったらね、72分の1で太陽の牙セットって言って、グランドサーチやな、ホバークラフトのグランドサーチとフィギュアがいっぱいついてるやつがあんねんけど、あれ72やねんな。で、72分の1って言ったら、もうほぼほぼ、モールドがない。ちっちゃいから。これ35やねんけど、普段ね、僕らタミヤのミリタリーミニチュアやな。タミヤのミリタリーミニチュアとか、まあ、あとやったら、ICM?ウクライナのメーカーや ICM なんかと比べるとやっぱ破格に精度が落ちるんな。で精度が落ちたところにキャラクターがテレビ版のキャラクターじゃないのよな。ゲットツールス版やから、太田垣康夫っていう人がデザインした
メンバーになるから余計にあれってなんのと、あとこれジョルジュが一番きつかったけど、これ銃やな。ここにこの丸いねところにあのゲート跡があんねん。これってニッパーで絶対切れへんやみたいな、ここにあんねん。もしくはここにポッチがついてね、あの液が流れるようにね、これだけ8人夜中の2時ぐらいで買ったんちゃうかな。20世紀少年どころじゃなかったもんな最後みたいなとこです。今日はね、ちょっと雨が降ってまして、お昼ぐらいからかな、うまくいったお昼ぐらいから、あーこれの、この前のあのトップを狙いもあったやろ、高江典子と、天野和美もあるから、いよいよやってみようかというところ。これやりだしたら多分1週間ぐらいも無理やで、動くへんっていうのも、うん、特にフィギュアはな、うん。